店長部たちとその仲間たちがバイク店をさせていただいております。インドネシアヤマハのセイバーでございます。こちらのマスターシリンダーね、それであのキャリパーがこれで、純正のマスターシリンダーにのブレーキスイッチですね。それがあのいわゆるヤマハのあのマスターシリンダーに穴があって、そこにパコッてはまってね、そういうスイッチなんですよ。なので、まあ、それをぶった切ってね、ギボシつけてってやれば、まあ、もちろんいいんですけど、まあ、それだとね、純正品がなくなってしまうので、まあ、マスターシリンダーとね、結局まあセットにはなっていますから、別の配線を作って、止めようと、部品が来たので今やりました。というやってる途中でございます。はい。使う配線はこちらでございます。ホンダ純正ブレーキスイッチ、はい、ハーネス、エイプ用ですね。ディスクブレーキのエイプがあったかと思うんですけど、エイプ100とかが、それのやつを使ってます。はい。要はここの部分のスイッチが細いんですよね、ギボシがね。でここになので、こうまあ専用のね、でまあこういう感じになってますね。で配線ずっと引っ張って、さすがにね、配線はねそんな長くないので、ここから延長してですね、で最後ギボシから、2ピンのコネクターに変えてます。どうしてかというと、こっちがセイバー側が純正の、コネクターになってるからですね、うん、だからこれコネクターでこう繋いで、まあ、通してですね、その方がね、まあ、スマートなのかなと思ってでやって、いるわけでございます。それでですね、まあ、ここに配線がね、ETC とか、あとグリップヒーターの配線とかがね、こうちょっといろいろあるんですけど、でこれヒューズボックスなんですよね。1アンペアのヒューズボックス、なんかねリレーボックスみたいなんですけど、これ実はヒューズなんですよね。はい。これで入るかな。ちょっとね、でここにもリレーがね、ついてるんですけど、はい。ですね、なところですかね。配線を引っ張って、でこれでまっ、あ、てこうね入れて閉めて、でカバー類を元に戻して、終了というところでございます。はい。特に問題はまあね、配線があんまり、ハンドル周りに配線がいっぱい来るのはあんまり良くないんですけどね、まあ、グリップヒーターとかどうしてもね、つけるとちょっとね配線が煩雑にはなってくるかなという感じはいたします。はい。これがあのバッテリーからリレーボックスに来ている、ちょっと失礼します。プラスの太い配線ですね。はい。それでグリップヒーターと、あとこれの場合は ETC ですね、それを動かしています。はい。なのであの、まあ、通常ねブレーキスイッチこうプラス来てるんで、まあ、ここからね分岐してグリップヒーターに持ってったりする場合もあるかと思うんですが、やっぱりどうしてもね配線そんなに太くないので、グリップヒーターにね一番いい状態で電流を送れるように、そのようなやり方をさせていただいております。はい。あとはこれ全部戻してですね、ちょっとね試乗してどんなバイクかね試してみたいと